俺の名前は DA。 世界を股にかけるジャーナリストの俺は今、世界的アクション俳優との対談に成功していた。まさかこの俺があのスティーブン・セガールと話ができるなんて。映画に向けたコメントをもらうだけの仕事だけど、こんなに嬉しいことはない。やばい、緊張してきた。彼の勇ましい姿には昔から胸を打たれてきたからな。正気を保てよ、俺。やあ、はじめまして、リエ。会えて嬉しいよ。こちらこそ、お会いできて光栄です。この度は映画の公開記念として日本人に向けてコメントをしていただけるとのこと、ありがとうございます。親日家であるセガールさんの言葉なら日本の方々もきっと大喜びでしょう。親日家、君、今私のことを親日家と呼んだか。セガールさんの経歴を考えたらそう呼ぶのが適しているかと思いまして。おい、それは侮辱と受け取っていいのか。いいか、私のことを親日家と呼ぶな。他のことはいくらでも言っていいが、その言葉だけは二度と口にしないでいただきたい。親日家と呼ぶな？でも、セガールさんの最初の奥さんって日本の方ですよね。日本で生活したこともあるみたいですし、それで親日家ではないとはどういう。まったく。もしかして君は私のことをよく知らないのか？ああ。いいだろう。もう毎回説明するのも面倒だし、この際だ。きちんと教えてあげるとしよう。なぜ私が親日家と呼ばれたくないのかを。すべての始まりは7歳の頃。たまたま見に行ったアメフトの試合で行われたハーフタイムショーの時に彼の心は囚われたという。おお！なあ！何あれ、あんなに小さいのに簡単に投げ倒していくなんて、もしかして魔法？魔法か、確かにそう見えてもおかしくはないな。パパ、あれ何か知ってるの？もちろんさ、あれは日本という国にある合気道という武術なんだ。力の弱い人でも大きな人から身を守るみたいな意味合いで、あの人、マスター森平上芝が作ったんだ。上芝森平といえば合気道の開祖であり、各国で披露した演舞で数々の伝説を残した日本の偉大なる武道家だ。体格のいい選手を軽く投げ飛ばす彼の演舞を目の当たりにして、セガールの未来は決定づけられた。合気道、マスター上芝、すごいすごい、僕もあれやってみたい。いつか絶対に日本に行くよ、僕。それでその夢をずっと持ったまま私のところへ来たと。はい、ハリウッド映画でスタントマンとして活躍しているミスター文雄が、あのマスターと同じ武道家とお聞きしまして、ジャパンナンバーワンにしてこのアメリカでの空手道場最高指導者たるあなたにぜひ教えを請いたいのです。まだ若いのに真の通った確かな熱量、本気の人間だけができる目をしているな。よし、いいだろう。明日からこの道場に来たまえ。ということは、弟子にしてやるということだ。君がすぐに念を上げないことを祈っているよ。任せてください、絶対にそのような弱音は吐きませんから。あっ、月の勢いが落ちているぞ、セガール。もっと風を切り裂くように放て。疲労だなんてことは言い訳にするな。正しい動作であれば、たとえ疲れていても鋭い聖剣好きは放てるからな。はい、マスター。苦しい、しんどいけど、それ以上に楽しい。こうして空手にどっぷりとハマったセガール。そうなると他の武道に興味を持たないわけがなく、空手を修行しながら、うわぁ、もう一本お願いします。柔道、剣道とあらゆる日本の武道を習得していくのだった。まさかアメリカ人の君がここまで日本の武道にのめり込むようになるとはな。これだけの武道を収めた人物なんぞ日本人でもそういないぞ。なんだって楽しいと思えるものはどんどんやりたくなるものでしょ。
それと同じですよ。身も心も育てられる武道は俺にとって楽しくて最高の時間なんです。そうか。セガール、今何歳だ？17ですけど。17か、ちょうどいい。そこまで武道が好きというのなら日本に行って本格的に学ぶか。私の知り合いに磯村博士という合気道の達人がいてな、磯村さんにお前を預けようかと思ったんだ。ちなみに磯村さんはお前がこの道に入るきっかけになった大祖上柴森平先生の直属の弟子だぞ。マスター、上柴の行きたいです。ぜひお願いします。そう言うと思ったぞ。出発予定日時は今から2週間後。場所は大阪だ。準備は済ませておけ。まさか俺が合気道の直系の下で修行できるなんて。こんな貴重な経験絶対に逃してたまるか。この体、この魂に合気道の神髄を刻み込んでやる。お主がスティーブン・セガールじゃな。話は聞いている。修行は今までの比じゃないくらいに過酷だぞ。それでもやるか？もちろんです。あの日見た憧れをこの手に収めることができるのに逃げ出すだなんてみっともない真似はしませんよ。この魂に誓ってマスターの修行を成し遂げてみせます。そして毎日毎日合気道の修行に勤しむようになったセガール。おー、甘い。もう一本。何度打ちのめされても見事な気迫。一つ問いたい。なぜそこまで修行に打ち込めるのだ？単身日本にやってきて不安にはならないのか？そんなの単純なことですよ。俺は武道が好きな以上に日本のことが好きなんです。日本のことが？はい。日本での生活を行い、その温かい魂に触れたことで人間として大切なことを俺は学びました。そんな尊敬できる国で大好きな武道に心の底から打ち込めるのです。不安になる隙なんてどこにもありませんよ。だから修行のペースとかは気にしないでください。それに俺、この大阪に住むことに決めたんで。何？移住するのか？はい。大阪の人たちの心の距離の近さとか街の雰囲気が気に入っちゃって、英語教師のアルバイトでもしてこの日本にもっともっと馴染んでいきたいと思ってます。なるほど。本気も本気ということか。ならばわしもそれに答えねばなるまいな。スティーブン・セガール、お主にわしのすべてを授けよう。お願いします。そして幾ばくかの月日が経ち、惚れ惚れするほどの見事な方じゃの。言うことなしじゃ。スティーブン、お主に合気道7段を授ける。俺が7段？外国人には6段までしか授与されないはずじゃ。本来ならの。じゃが、お主の合気道に対する真摯な態度や合気道そのものを広めることなど、お主の行動の数々は6段の位には収まらないのじゃ。この7段の証、受け取ってくれるな？ありがとうございます。このスティーブン・セガール、7段の肩書きに恥じぬよう、これからも修行に邁進いたします。それからというもの、セガールは1983年に帰国すると。よし、いいぞ。いい打ち込みだ。そのままの企画であと10本。集中と相手へのリスペクトを切らすなよ。はい。7段の地位を生かし育んだ日本人の魂を胸に道場を開設。かつて自分が教わったことを次へと継承していくのだった。そこからはあなたが知っているように私は俳優デビュー。そして日本での経験が私をスターダムの道へと進ませてくれたわけだ。数々の武道に真剣に取り組んだからこそのアクションスターの申し子。確かにセガールさんのアクションシーンは、なんというか本物って感じがしましたね。
すべてはマスターたちと他人をおもんばかる日本人の魂のおかげさ。それで反戦反核を訴える平和運動をしたり、東日本大震災の際には日本語で応援のメッセージを送ったりしたわけですか。私は合気道から世界平和のためには人類が一つの家族となってお互いを認め合う社会にしていかなければならないと学んだからね。10年以上日本に住んだことで私の魂は人に礼を尽くすと刻み込まれたのさ。そこまで日本を愛しているのに親日家と呼ばれたくないんですか。愛しているがゆえさ。だってそうだろう。日本人にとって私は外国人にしか見えないかもしれないが、私にとって日本は第二の故郷。親日家なんて外のくくりじゃなく、同じ日本人として接してほしいのさ。日本のことを第二の故郷と語るほどに染まっているセガール。母国以外に好きな国がある人がよくその言葉を使うが、彼ほどそれが真実と言える人はそういないだろう。皆さん、明けましておめでとうございます。こうしてまた皆さんとお会いできてとても嬉しいです。流暢な日本語にところどころ入り混じる関西弁、目を閉じて聞いていたら日本人としか思えないな。おっとと、すまない。せっかくの締めのコメントなのに言い間違いだ。やっぱり日本語は難しいね。20年近く話してなかったからすっかり忘れてしまったよ。わしゃ情けないわ。いや、バリバリうまい日本語てか関西弁やんけ。